始めたこの YouTube 令和も引き続きたくさん動画を上げていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっと外で少し工事か修理か何かしていて、しばらく待ってみたんですが、ずっとどん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 音がしていて、ちょっと動画の方にも雑音で入ってしまうかもしれないのですが、なかなか仕事の方が忙しくなってきて動画を撮る時間がないので、ちょっと雑音も多くなってしまうかもしれませんが、この中で、4月のお気に入りを紹介したいと思います。アイハーブのものがちょっと多くなっちゃうかもしれないのですが、まずはこのセラベっていうのかな、スキンケアのクリームです。これは結構安くて500円ぐらいだったかな、で買えるので、あんまり期待していなかったのですが、すごい私は結構気に入っていて、でもちょっと保湿が足りないかなと思う部分はあるのですが、でも結構これで十分まあいいかなという感じです。化粧水は今まで通りダーマブーストを使っていて、その後にこのクリームを塗っています。こんな感じの柔らかいテクスチャー、サラーっとしています。なんかなんだろう、伸びがよくって、少し出しただけでサラーっと伸びていきます。もう少し保湿効果があればもう最高なんですが、でもこれでも十分しっとりした感じにはなりますね。はい、ハンドクリームとしてもすごいいいと思いますが、私は顔に使っています。半月ぐらい使って半分ぐらい減ったかな、1ヶ月分ぐらいな感じですね。次はこちらもアイハーブのフィジシャンズフォーミュラのクッションファンデ、クッションファンデーションです。クッションファンデというものを初めて使ってみたのですが、すごいいいですね。なんかカバー力があまりないというレビューを見ていたので、あまりカバー力に期待していなかったのですが、私個人の感想としては結構カバー力もあるなと思いました。これでポンポンとやって肌にこう伸ばしていくと、すごい陶器肌のような感じの滑らかな肌になって、おーいいじゃんっていう感想ですね。私はすごい気に入ってます。今まではリキッドファンデに最後お粉でこうポンポンとやって終わりにしていたんですが、ファンデーションの上にこれをやったらもう完璧ですねという感じで、これは必ずカバンに入れています。ちょっとした仕事の合間の直しとかもこれがあればささっと直せて安心です。これがバッグの中にあるというだけでかなり安心しています。他の高いブランドとかに比べたら落ちるのかもしれないのですが、そういうのを使ったことがない私からしたら、今までの固形ファッションとかよりも全然いいですね。すごい気に入ってます。多分これからもリピートしていくと思います。で、そのフィジシャンズフォーミュラを買う前、ちょっと前に購入したのがこのメイベリン
気に入ってます。前使っていたメイベリンのものはオイルが入ったものでマットではなかったので、あれを気に入ってたんですが、あれが廃盤になってしまったようで、それで急遽これを買いました。でマットということを全然気にしないで買ってしまっていて、後から気がついて、ああマット肌かって思ったんですけど、そんなに気にならないかな。前使ってたやつの方がツヤ肌になったので、まあ良かったんですが、まあこれでもいいかなという感じで、このリキッドファンデーションを使って最後にこれを使ってます。もう塗りすぎかもしれないんですけど、いろいろシミとかが隠れてくれるので今はこの2つを使っています。あと最近購入したのがこのロレアルかな、ロレアルのシャインオン907番の口紅です。だんだん口紅の色も似合うのと似合わないのとこう出てきて、今まではずっと赤い口紅を使っていたんですが、最近ちょっとその赤い口紅が浮いてきてるような顔に合ってないような気がして、もう少し深みのある色が欲しくてこちらを購入しました。こういう紫っぽい色をしていて、こんな感じで、これで見るとすごい紫って感じがするんですが、唇に塗るとすごいいい色で気に入っています。で、持ちもよくて、よく口紅を塗ってしばらく経つと、私唇を気づかないうちに舐めていることが多分あるのかな。で、縁だけこうあって、中が色がないみたいな、リップライナーだけ書いてあるみたいな状態になってしまっていることがあって、もう本当にそれが嫌で、いつでもささっと塗り直せるように色付きのリップをポケットにいつも入れていたんですが、これはこの口紅にしてからはそういう状態になったことがなくって、で全体的に色が落ちていったりしても、落ちた感じの色もすごいいいんですよね。ここまで濃くなくて、でもちょっとほんのり赤いリップをつけているような感じの、まあ落ちた後の色もすごいいいので、すごく気に入っています。ただパッケージが私好みではないのが、ポーチに入れた時にちょっとワクワクしない、そこだけが残念。そう、ちょっとテカテカのシルバーなんですが、もうちょっと深みのあるレトロ感のある色だったら良かったなって思うんですが、でもこの色と持ち具合と、あと値段もいくらだっけ、2000円しなかったかなとかだったと思います。気に入ってます。これはしばらく毎日使っていると思います。あとはこれも一応紹介しようかな、オーラカシアのアロマオイルイランイランです。これは購入してから毎日のように使っているんですが、はい、匂い最近またちょっと喉がやられていたので、ティーツリー用のオイルを使うことが増えていたんですが、でもやっぱりこのイランイランが私はすごく癒されるので、部屋ではこれを結構使っています。
しましたね。あとは最後食べ物なんですが、このガム懐かしいって思う人も結構いらっしゃるかもしれないんですが、昔よく買っていた記憶があるんですが、どうだろう。で、アメリカとかに行くとこのガムの種類がたくさん売っていて、これが特に黄色いのが大好きで、いつもこれを買っていました。すごく美味しいジューシーフルーツという味で、ちょっと食べちゃおうかな。甘くてフルーティーな感じ。おいしい。おいしい、懐かしい。これはステーキの丼のガムとかが売っているところに売ってました。もっと買ってくればよかったなって思うんですが、見かけるとよく買います。このガム本当に美味しい。アイラブでもこの味ないか調べてみようかな。という感じで、4月のお気に入りはちょっとアイハーブが多くなってしまったので、レビュー動画とかと似たような感じになっちゃうかなと思ったんですが、他に買っているものがないのでこれで紹介させていただきます。それではまた、おやすみなさい。